いただきます。皆さん寒い中本当にありがとうございました。残念ながら今日は勝つことができませんでした。ただ今年は誰も経験したことのないとても難しいシーズンでした。実際に本当にフットボールをやってていいのか、自問自答した日々がすごく続きました。そんな中、いろんな方の協力のもと、無観客という形でシーズンがスタートしました。でそこから徐々に緩和されてきて、これだけ多くの方がこの寒い中来てくれたことに本当に感謝していますし、それとともに大きな喜びを強く感じています。来シーズンもこの状況がどうなるか分かりませんが、引き続き皆さんも健康にコロナに気をつけながら、我々水戸ホリオンクをサポートしていただけることを楽しみにしています。クラブのミッションである、人が育ち、クラブが育ち、町が育つ、そういうお互いに高め合える、成長し合えるような、そういうクラブであり、チームであり、選手であり、指導者でありたいと思い続けています。本当に水戸に、氷本部に携わっていただく全ての方に大きな感謝をしています。また来年も引き続き選手、クラブ、チームを温かい目で、大きな心でぜひ支え、応援してください。よろしくお願いします。本当に1年間ありがとうございました。